皆さんこんにちは、白もです。ラジオっぽい何か第65回やっていきましょうか。今日話す内容は決めてました。皆さん。ちょっとこれ前配信でも話したんですけど。なんとですね、あのー、皆さん、ポケットモンスター知ってますかね縮めてポケモン。そう、大木戸博士がこの発言葉から始まった伝説といってもいいゲームですね。私めっちゃ好きなんですけど。いかんせん私、どれだけポケモンが好きかと言われましたら、 やったゲームで言うと、まあ僕、サファイアの世代なんですよね。ルビー、サファイア、エメラルド世代で、サファイアから初めて、最初はキモリを選び、ジュカイン、ジュープトル、ジュカインと進化し、海洋ガをリーフブレードでワンパンすることによって、海観を得るだけの人間だったんですね。<laughs> で、その後に、まあ、ダイヤモンドパールでヒコザルを選び、えー、ブラックホワイトで、 ポカブですね。を選び、そしてポケットマンさークリスタルがちょっとゲームボーイカラー版でありまして、それをやった際には日の嵐を選んでみたいな感じで、ね、今のこのポケモンについて喋るだけで、もう口数がすごくオタク特な早口になるってなったのを分かっていただければ、僕がどれだけポケ,ポケモンが好き,な好きなのかっていうのはご理解いただけると思うんです。かつ僕ね、ポケモンキッズっていう指に入れる指人形があって、プラスチックでね。 それをね、初代から、まあ、ポケモン X の途中まで集めてたんですよ。もう、ポケモン X が終わって、X の途中ぐらいから、あの、もう、ポケモン誘いやめようって、あのね、ポケモンやってる人ってどうかわかんないんですけど、一回ポケモンを卒業しようみたいな時期ってなくないありませんなんか、僕はそれ、高校生の時、大学生の時だったかな。 そろそろ、なんかポケモン、この年になってポケモンっていうのもどうかなって思って、一旦やめようとした時期があったんですよね。で、それ以降ちょっとポケモンキッズを集めなくなったんですが。で、でも今でもポケモンは全然やりますし、楽しいゲームですね、あれは。で、ちなみにポケモンオタクとこんだけ言いながら、あの、正式なポケモンのシリーズとしては、XY 以外はやったことあります。逆を言うと XY だけはやったことないっていうね。XY やってみたいですね。カロス地方、メガシンクが生まれたあの世代。 ローラースケートで街をね、滑走できるあのゲームやってみたいですね。さあ、そんなわけで、皆さん、なぜ今日ポケモンの話をしたかというと、先日、ファーストテイクという YouTube チャンネルがありまして、まあ、そのファーストテイクの YouTube チャンネルでは、うーん、まあ、ポケモンのね、あのファーストテイクという YouTube チャンネルでは、あのー、まあ、アーティストたちが、一発撮りを前提にして、こう、一発撮りでいろんな、 パフォーマンスを見せながら歌を歌うっていうチャンネルなんですよ。で、そのチャンネルさんで、まあ今回、なんと、まあ基本的にいつも歌手さんが出られるんですよ。まあ今、皆さんが結構知ってるんであれば、あの、えっ、ー、と、R 指定さんとかも出たりしてるんですが、あと、リサさんとかね。今回ね、あの、サトシの、ポケットモンスター主人公のサトシの、 声優さんが出まして歌う曲はもちろんポケ目指せポケモンマスターなんですよねいやーよかった非常によかったですでかつねポケモンマスターのいいところってねまあいやもういやもう何でもいいわ感無料になりました聞いて もうあのね、声優さんが全力で歌ってるあの姿を見たらね、ああ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 ってなりましたなんせあの曲って、まあ何年前でしょうね。1997年にポケモンの確か1話が始まってたんかな。もうちょっと後やったかな。まあ何にしろ、僕が知ってて僕の親でも知ってるような曲なんですよね。日本人全員にこの音楽を流して、 火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、あの子のスカートの中、この次に続く言葉を言ってくださいって言ったらみんなキャーって 99.、99.9%ぐらいはキャーって言えるんじゃないかなって思ってるんですよね。まあそんなレベルのもんでして、まあ人気やと思うんです。むしろポケモンを知らん人自体はおらんのかなと思うんですが。でね、まあ今回その、まあ良かったんです歌がまず。で、なんで今回ポケモンのね、 ファーストテイクを出すことになったかっていうとですねなんとまあ皆さんご存知の通りポケットモンスターのアニメ版の主人公はサトシっていうね少年なんですよと永遠の10歳はいでポケモンの世界では10歳になったらあの独人立ちができるっていうのがありましてそういうルールがねなんで、まあ、サトシは永遠の10歳として、まあ、昔からずっとやってたんですでそのね まあ、ポケモンのアニメ版の主人公が、サトシが終わっちゃってことになってるらしいです。らしくてですね。あと1話なんですよ。これを今収録してるのが、えー、と2月23日ですので、えー、2023年の3月19日ですので、まあ3月の、この週の金曜日。月曜日投稿するんで、今これ皆さんが聞いてる時のこの週の金曜日に最終回が多分出るはずなんですよね。 いやぁ。佐藤氏の声優さんも、や、れやれって感じでしょうね。いや、ありがとうございました、本当に。昔はね、良かった。いや、昔から今までよかったよ。アローラで一時ね、作画崩壊とか言われて、ちょっと、一部炎上したりもしましたが、それでもあのゲームはよかった。非常によかったし、アニメもすごいよかった。 やっぱりね、サトシの、こう、なんでしょうね。うん、奇想天外な戦略とかをああ、ここまでこう、ハキハキとできるのは、素晴らしいなって思ってますね。しかし、ポケモンのアニメ版って何年続いたんでしょうね。先日ちょっと、アニメでポケモンがやってるところがあって、まあ見てたんですけど、母親がですね、なんと初代のポケモンのエンディング、あの、ラリルロケット団っていう曲名やったかな。 まあ、パッパ,パパラ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 リルレロケットダーンって曲があるんですけどこの曲を母親が知って母親が知ってましてねあのあんたその曲それやみたいな今日流れとったでみたいな言われてうーってそうなんみたいなすげえって,ってでそれぐらいやっぱりポケモンって認知されてるゲームなんですよそう考えたらなんかいいなっていいなあって思いますねうん やっぱりね、うん、非常に良い。良い <laughs> いや、ただ、その次の新シーズンって言うんですか、次のシーズンだったら、どうなるんでしょうね。サトシがおらんくなって、なんか主人公は女の子っぽい子になるみたいなんですが、どうなんでしょう。まあ、女の子になって、あれがサトシの娘とかいう説がありますが、まあ、次のポケモンは誰がやるんでしょうね。 次のポケモンになったら、そもそも武蔵小次郎にアースも出てこないんですかね神聖ロケット団として、なんだか新しいパルディア地方のポケモン使うんでしょうかと考えたらちょっとね、いいかも、なんかこう、ね、逆にどういうのを使うかって気になりますけどね。オラチフとかマスティフ、マフティフか、マフティフとか、こう悪の軍団が使ってきたら、いやいや、ちょっと待ってくれよと。それは、 ペッパーくんの思い出が入ってるからやめてくれって言いたくなるそうですけど。<laughs> ただね、いかんせいあいつもアークタイプなんで、うん、ロケット弾が使わなくはないって感じですよね。ど次どうなんやろう気になるなー楽しみやなーポケモン。いやええなー、まあ次は次でね、また時間があったら見ようと思うんですが、次回以降もね。 で、なんかまた、サトシのその、今回の、今次のサトシポジションのやつの、またライバルみたいなのも出るらしいですし、キャプテンピカチュウって言って、なんか、キャプテンの姿をしたピカチュウも出るとかね、なんかそういうことがありますので、あーね、心を、胸を高らかにしながら、もう、楽しみに待っていようかなって思いますね。まあ、実際アニメをリアルタイムで見れるなんてことはないんですが、もしかしたら、今の状態の放送時間から、 シリーズかね、変わって、なんか放送時間がまたちょっと遅くなったりとかする可能性もなきにしもあらずですんで、そうなったらね、ぜひぜひ見ようかなって思いますわ。いやー、いいなー次、誰選ぶのやろあ、でも、ニャオハでしたっけ最初選ぶの。にゃオハが決まってた気がして。で、クワッスが選ばれずに、ホゲータが、ライバルが選んでてみたいな感じのは見た気がするが、さあさあさあ、その辺は一体いかがなんでしょうか 本楽しみっすね。生きりんことかどうなんねやろう。うはは。いけれいけれ言うてそうですけどね、はい。まあ楽しみにしましょうか。いやー楽しみやな。はい。このままやったら一生なんか余韻に浸りそうなんでやめときましょう。だけで今日の配信じゃない、ラジオっぽいな2回第65回終わります。ありがとうございました。